おっと、これは、これは、矢野さん、タイムは？はい、ただいまの記録、5秒です。命の湯ならぬ命のかき氷に救われながらも告知タイムを増やした岡村。ついわ。でバサバサ。なんでかけんだよ。マジ暴れやんけ。いや今の。またこいつ一言も喋ってなかった。やめろ。言えよ。ただいまの記録。5秒。この日のスケジュールは午後から近くへ行きたいのロケ、さらに衣装を着替えて駐車場からマイクロバスに乗り込もうとする岡村だが、ただのマンホールにも警戒心をあらわにする中、確かに落とし穴はなかったが、なんだよ、早いんだよ、早いな、早いな、ただいまの記録4秒です。再びマイクロバスへ。何すんねんな、何すんねんって逆に何すんねん、顔拭いとったわ、顔拭いとったわ、出発する思った、いや周遊だからあっこ閉まるもんやもんね。そしてやっぱり一同が気になったのは、2人の鍵を握る謎の人物、田村隆二を演じましたナインティナインの岡村隆史さんです。どうぞ。映画館のステージになぜか熱湯ブロガー。あー、岡村さん。そこに駆けつけたのはもちろんめちゃイケメンバー。矢部さん、はい、タイムは5秒です。